今日ですね、はい、テレビ見てる皆さん本当に過保護ですね、はい、これほどまでですね、はい、可愛い子をまさか見れるとは、はい、オートテックレーシングチームのですね、はい、大塚かなちゃん、そしてくりかちゃん、どうぞお願いします。まずいきなり紫のポルシェ、いや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 、ありがとうございます。あっちゃん、かわいい、サウナでした。どうも、置いてきてください。やばいしょ、やばいしょ、かわいすぎますね。かわいすぎる。さすがに私ですね、彼女だけは紹介したくなかったんですよ。実は私ですね、彼女とですね、一緒に仕事にしておりまして、週刊宝石ですか、あれで一緒に仕事してるんですが、いつも毎回ですね、一緒にお風呂入ろうって言ってるんですが、そのために断られてるんですよ。いやー、サービスを、サービスしていただけないでしょうか、もうちょっと。ありゃー、いやー、いいですねー。これ、口で下げていいですか。友達のレースクイーン、くにこちゃんも紹介してもらい、早速恒例、愛車の前で得意のセクシーポーズを決めてもらうことに。前回も際どかったんで、ちょっと際どいのちょっとお願いします。もう入ってますね。入ってますね。うまく来ましたよ。愛車の手が落ちた。愛車も俺も。オートテックレースクイーンの大塚かなさんが乗る車、ポルシェ911カレラ2。世界中のスポーツカーの中でも一番シートが高い。テリーはこの車、ここをチェック。この紫のポルシェカレラで、ちょっと見てください、はい、右ハンドルなんですよね。あ、右ハンドルのポルシェってのも珍しいですよね。まあ右ハンドルってのはあまりマニア向きじゃないんですけども、あえて軟弱な女の子に乗るのは適してますよね。レース場行くとなんかやらしいですね。いませんか、代理店とか。なんか一緒になんか、おたっきー、あ、おたっきーの写真、トイレの前とかで待ち伏せされたりするのが多いから。あ、それトイレも撮られちゃうの。じゃあ中まで放尿シーンとか撮られちゃうの。こういうとこにカメラつけてる人いませんか。ガブガブガブって。なんかこういうとこ毛が出てるとか、そういう失敗談はないんですか。一番怖かったのは、もうなんて言うんだろう、片足までギリギリのところまで下がってたって言って、ああ、もう本当にあともうちょっとで落ちるところ。乳頭が見えちゃった。見えてないけど、もう本当に。ちなみに乳頭の色は何色なんですか。まず乳輪から聞きましょう。まず乳輪から。何色ですか。さあ、乳輪は何色。さあ、今テレビつけた人、これがレースクイーンのつくみなんですよ。ちょっと、うまいじゃん。全然嬉しくないよ。すいません、今壁につけた瞬間に変えちゃうよ。すいません、今壁につけたんで。この車は自分で選んだんですか。あんまりない変わったようだから、うんうんうん、いいなと。あ、あのお値段だったって、もう普通買えませんよ。そうなんです。これ1000倍しますからね。なんか援助交際とかしてるの。援助交際。父親です。ああ、父親。父親は俺怪しいと思うよ。そう、簡単に。普通冷静に考えてみる。普通の親父が買うか、紫の。紫のポルシェ買ってくれる親父ってのが。いないですよね。地元の同級生いなかっただろ。いないと思うよ、紫のポルシェ買ってくれる親父なんてのは。そんな虫のいい親父いるわけないやんか。あ、わかるじゃんよ。父さんいっぱいいるから。いっぱいいる。俺いっぱいいる。将来は飯島直子ちゃんみたいなタレントか、幸せな結婚をしたいというかなさん。そこで新コーナー、ドクターテリーの CCD カメラ生診断。テリーが CCD カメラでレースクイーンを診断、幸せアドバイスをします。ドクターテリーに診断してもらいます。わかりました。私がですね、早速このですね、刺激を使いましてですね、診断してみたいと思います。お願いします。怪しい、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 高峰いかんだよ、これは。歩み寄って、いや、これは何でもないんですよ。ちょっと、こんなに行こう。だんだん見えてきました。ダメじゃないですか、先生。さあ、返すこともない。いやいやいや。
だんだん見えてきました。ちょっとそうそう、ちょっとちょっともうちょっと下げていただきます。いやー来たー、ドクター大変なものが、いやいやいや、これはですね、ドクター大変なものがこちらに。いやー来たー、ドクター大変なものが、いやいやいや、これはですね、これは相当ですね、はい、母乳は入ってますね。入ってますか。詰まり込んでますよ。今相当母乳入ってましたので、これはですね、はい、子供3人産みます。続いてはですね、はい、フィアレーシングチームのですね、石川ゆきえちゃん、お願いします。